あれが160キロ出すやつなんですよ。で、多分一緒に走って追い抜かれると思ったから、そう見てみましょう。あっちの方が速いですよね。僕らが乗るのはこっちです。多分スカイライナーよりも僕らの乗るこれの方が先に出るんで、だから先に出たこの列車が後からものすごい勢いで追い抜かれるって感じですかね。そうです。めっちゃいいじゃん、最後。あ、これ結構ボックスシートもあったか。あ、あれですね、あそこ行ってたらあそこにしましょう。ちょうど今反対側も来たんですよ。だからこれが空港の方行くやつで、多分これがの向こうにもう一個同じような止まってるんですよね。でそれが向こう行きで、これが先に出るじゃないですか。でまだ向こうのスカイライナーは人が乗ってるから、まだ出てないみたいです。JR 東日本をご利用くださいまして、向こうに信号機があって、上の下に青が2箇所ついてる、そういう信号がこれから出るけど、この先でないかな。錦糸町には16時22分あります。東京には16時あれの青信号か、これ上の下に16時42分青がついてるっていうタイプがあって、横浜には17時5分高速機関、大船には17時12分超高速で出していいですよって言って、高速機関は17時14分見られないですけど、でもそれじゃなかったですね、普通の青だったな。まだ来ないですね。結構ゆっくり出てきてるのかな。もしそうだとすると、一緒に走ることはないです。でも抜かれるときは向こうの方が速いから一瞬なんですよ。向こうの方がこれより40キロぐらい速いんで、そう、まあ、30キロかな、速く。乗用車と人ぐらいなの。そうですね、本当に速度差、本当新幹線みたいだなと思いながら見るんですけどね。まあ、まだもうちょっと一緒に走る区間はありますけどね。逆側だ。明るさがここからしばらく持ってくれるといいんですけど。そうね。いやいいな。やってきました。こんにちは。今日は一応日付で言うと3月の23日ですけど、今外房線に乗っていて、次は外房線の茨城です。勝浦を出たところ末端の区間に入っています。これから向かうのが滑川アイランドです。2001年まで、この千葉県で、有名なテーマパークとして、滑川アイランドという、動物園とかね、それから、水族館とかそういうのを兼ねたような、遊戯施設がありました。遊戯施設というのかな、それちょっと違うかな。東京ディズニーランドの開園前は千葉県といえば滑川アイランドというほど有名なものだそうですが、80年代にディズニーランドができてからは来館客といいますか、来園客が随分減って、それはディズニーランドのせいなのかは分かりませんけどね。そして2001年を最後にもう閉園となってしまったところです。その滑川アイランドは現在その施設だけはほとんど残っていて、廃墟として知られているそうで、その中に無理やり立ち入って撮影をするような人もいるようですが、うちのチャンネルではそういうさすがに違法行為はできませんので、滑川アイランドの中に入ることはしませんけれど、ただその周辺の状態がどのようになっているかをこれから見たいと思います。なぜそれを鉄道でやっているのかといえば、現在でもこの外房線に滑川アイランド駅というものがあって、その滑川アイランド駅の名前もそのまま変わらず残っているし、駅もそんなに変わらずにやっぱりとどまっているからなんだそうです。もともと特急が滑川アイランドに止まってる時代とかもあったらしいんですね。今はもう特急も完全に通過するようになっちゃいましたが、それぐらい重要な駅でした。現在は1日の利用客がわずかに19人で、千葉県内で最も少ない駅となっているそうです。他に周りに全く人もいなかった、住んでるような人もほとんどいなかったの で、そうするとその滑川アイランドが閉園してしまえばそこまで行く人もいないというわけですね。いきなりなんかこんな、そうあるんですよね、マンションが。暑さを気にする。でも長いけどなんだ、これはどのぐらい埋まってるのかちょっと分かんないですけど、マンション、ホテルなのかな、多分マンションだと思うんですけどね。あれリゾートマンションみたいなやつですかね。バブル時代に作ったみたいな感じなのかな、分かんないけど。次は滑川アイランド、滑川アイランドです。めっちゃこれだ。じゃあ降りましょう。この駅は11両まで対応してるらしいんですよ。結構この長い駅でね、つまり昔特急電車が来たから、今6両とか4両とかですけど、そういう超長い電車もこう来た、なんていうんですか、つまりその、まあ需要が昔はあったんですよね。
で、あとちょっと見てもらいたいんですけど、あのホームの、あの端っこの方、こっからカーブしてて見えるじゃないですか。そう、あのでホームの下の作りが全部これ開いてますよね。で、そう、あの分かりますよね。この開いてるのは新しいホームの特徴なんですよ。これあの昔のホームはあのもう散々今日ホームについていろいろ見たじゃないですか。で石積みになってるんですけど、新しいホームはもうこういう感じで、だからつまり割と最近に作られた駅だってことですね。そう、何年からあったんですか。1970何年とかだったんです。やっぱ70年代っていうともう新しいホームなんですね。じゃあ成田もここもやっぱ千葉70年代やばかった。ああ、そうそうそうですね、確かに。もうこれホームの下がら空きでね、あの何かあったらすぐ逃げられるし、そうで、滑川アイランドはあの視聴者の皆さんにお伝えしますが、あのこれまっすぐ行って右奥の方にですね、さっきあるのも見えました。車窓からも見えますけどね。なんか一人で来る人もいいんだね。いや、あれはあの滑川アイランドを見に来た人なのか、うん、地元の人なのかどっちかは分かんないけど、でもあの人、うん、一回あれですよね、あの向こうになんか行ってたから、多分地元の人じゃなくて滑川アイランド見に来たんでしょうね。そうへえ、面白いですね。これは何ですかね、多分駅前広場をこうちょっとあの色とりどりにしようっていう活動をしてるんじゃないですかね。さっき動画でもちょっと言ったんですけど、1日の乗降客数がなんか2006年までは公表されてて、平均で19人で、千葉県でここがね一番少ないらしいです。もう本当滑川アイランド以外あの何にもないじゃないですかここ。でだからそれがもう変異しちゃうと利用者っていうのがね、あのほとんどいなくなっちゃうみたいですね。公衆電話もなんかちょっと古いですよね。確かに NTT。上に書いてあるし、なんか中もすごいサビサビだな。なんか置いてあります？ゴミ？そうだね。あ、ゴミですね。あとで駅のあれに捨ててあげますか。でも今日か昨日の、今日か昨日のミルクレープだ、ね。あ、そうか。そう、割と最近の。めっちゃ最近。いや、このヤシの木とかやっぱりあれなんですよね。昔はここがその玄関だったわけじゃないですか。うんうん、テーマパークの。そうね。だからそのなんか玄関のね駅って感じがするし。だから分かんないですけど、これとかあのまたお越しくださいとかようこそとか、これ昔はやってたんじゃないですか。あ、ね、ね、今はもうこんな感じだけど、あ、これ地図ですよ。ちょっと、あ、やっぱほらこの昔の滑川アイランドのあのある時代の地図ですね。あのこういうフラミンゴがいたらしいんですけど、このフォントだよね。あ、なんかあの平成初期ぐらいなね、青い海と出会いの里、生まれた時ぐらいの。ああ、そうですね。そうそう、あの僕らのちっちゃい時のなんかあのパンフレットとか見るとそんな感じだな。これはあれだな、最近のやつですね。まあ、こっからなんか海の方を散歩するにもいいらしいんですけど。あ、そう。結構夜だね。見えるね、やっぱ海の方が。ちょっとやっぱ寒いですね。あの駅にあの待合室が新しくなったのが救いでしたけど。そうだね。てか帰りの電車確認してった。あ、そっか。まずあのまだじゃあ手元のあのなんだっけ、乗り換えアプリで調べればいいけど、ちゃんと調べた方がいいですね。あと8分で戻らないと、次の列車が19時台になっちゃうんですよ。え、今何時だ。え、今17時51分で1時間はやばいっすよ。そう、1時間は待ちたくないじゃないですか。だからちょっと急い、いや、よかったですね、今行ってくれて。危ない。よしよしよし、待ち合いこの寒い、そう、そう、ちょっと1時間はね、何にもないし。じゃあ、そうですね、さっきの人、じゃあやっぱ地元の人だったのかな、あの人。おお、すごいすごい、あ多分切符売り場とかあれなんですかね。ちょっとあの大急ぎで拡大してみてみますけど、立ち入り禁止かな。あ、立ち入り禁止って書いてあるな。でもまあ立ち入り禁止の手前まではいいんですけど、ちょっとじゃあこれ拡大したの見てみてください。これあ、やっぱ切符売り場っぽい形してますね、これね。まあ、多分昔であそこ、そう、あの、あ、奥のあのトイレか、さっきね、あの見ましたけど、トイレが塞がれてるわ。男子トイレ、女子トイレ、シャッターでね。それからこっちもよし、まだまだこのペースでいけば余裕ですよ、多分。おお、ああ、噂のね、これですね。上の、上の、ああ、あ、ほんとだ、上に滑川アイランドって書いてある。へえ、すごいな、これ。え、これを乗り越えて入った人がいるってのもすごいけどな。ねえ、お、なんか中にこの画面には映らないけど、あのフラミンゴかな、なんか鳥のやつがありますね。すごいな、これ。へえ、あ、本当。あ、なんか腹ばいで危険防止、腹ばいでなんとか入るなみたいな感じですかね。へえ、なんかね、ここね、あの僕ちょっと調べたんですけど、
もうなんかにこう建てるらしいですよ。今度は再開発するらしくて、うん、だからなんかここがこういう風になってんのは、うん、実はもうなんかそんなに長くはないそうです。もうなんか今年度中か来年度か来年度中かなんかに、ね、変わるらしいですよ。そう、だからなんかこう寂しい廃墟みたいになってるけど、ようやく本決まりしたらしいです。次の計画、58分だったと思うけど、次、あ、今何分か、あ、まだまだ、あ、でもあと4分だちょっとじゃあもうちょっと戻った方がいいですね。じゃあこっちの階段から攻めておりませんか。そのぐらいの時間はまだあるはずだからよかったよかった。でもあのさっきほんと調べてよかったですね。なんか落書きされちゃ、あ、駐車場だったんですねこれね、うん、よし、じゃあ行きましょう行きましょう。よし、なるほど。でも今から入ろうとしてる人たちがいるね。あの人たちは入るんですかね。あの普通にもしかしたらなんか警備隊の人たちとかかもしれないですよ。そういうこと？わかんないけど、マジで、うん、なんかね、あの警備の人もいるらしいです、あそこ。でも確かにね、全然出てこない、ね、よしよし、ちょっとゆっくり撮りたいけどあんまそういう時間はないですねあと何分かな、あと3分ぐらいかな。もしかしたら、あ、まだ、あ、今55分なんで、うん、一瞬でしたけど、まあでも見応えはありましたかね。あった？あのなかったですか。でもなんすか、あのドキドキ感はあった。そう。もうちょっと長くいたかったですけどね。そうね。他にもいろいろ探索したかったけど。うんうん。悪いことしてるかも確かに。ああ。煙突とかやってるんだ。あ、本当だ。あれ煙突ですか。換気のやつかな。なんすかねあれ。明かりとかじゃないですもんね。昔はこれも全部駐車場だったのかな、この広い土地も。多分そうっすよね。3時間ぐらいかけて8分、ちょっと一瞬過ぎましたけどでもよかった。でもここ結構ね話題になるんですよ。でもこの駅前の雰囲気が一番やっぱこういいかもしれないな。昔にぎわってたんだよって感じはするけど、今日はなんかそんな感じのとこしか行かなくて、なんかあの気分が明るくならなかったかもしれないですけどいや、ありがとうございます。今57分だ。お、来た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 でも多分こっから走れば間に合うと思います。電車に、あ、違う、あれバスだった。あ、バス、あ、よかっためっちゃびっくりした。本当だよ、はあ、よかったよかった。待ち合わせちょっとゆっくりできそうです。そうですね。え、でもどうかな、もう上がったらいるんじゃないですかね。すごいな、こういう路線でも定時運行するの。ちゃんと、まあ逆に何もないから定時運行しやすいのかもしれないですね。 あ、来るって。いや、さっきあそこで空いてくれてよかったですよ1時間かけたらちょっとやばいね。8分と1時間だったら8分のがいいじゃないですか。そうだね、そうだね。何もする必要なし、うん、いいな。危ないですから黄色い線までお下がりください。はぁ、この列車は八両編成です。ああ、僕もどきましょう。全然来ない。ちなみにこの滑川アイランドっていう名前はあの国鉄の時にやってたんですけど、うん、国鉄の時はもうなんか単一 の、 その商業施設の名前をつけるっていうことが、うん、あんまり好ましくない。そうじゃないですか、あの、うん、NHK になんかあのお茶のペットボトル剥がさないといけないと一緒で、うん、なんですけど、その中では珍しくあの商業施設の名前がそうあのつけられたっていう例なんですよね。これは結構ね珍しくて、しかももうその施設がなくなったのに未だに駅名だけ残ってるっていうのも面白いんですけどね。女子大前行きたかった。あ、そうか、女子大前、え、今から行きます？え、行く？え、別に、いや、行ってもいいけど、でも、え、本当に行っちゃいます？うん、じゃあ行こう。え、ほん、本当にいいんですか？俺、全然大丈夫。全然いいですか？じゃあ行っちゃいますか。じゃあ、女子大駅ですよね。女子大駅。行きましょう。なんか、変なことやってるみたい。そう。ここ、あ、こっから、あ、そっち向きや。あですね、調べたら、あの滑川アイランドって元々はなんか陸軍の施設だったらしいんですよ。陸軍のなんか軍事工場があって、その施設跡をあれに転用したらしいんですよね。
マジで。あの中もう本当いろんな山の奥のところまでトンネルが通ったりとかしてるらしいですね。あのトンネルが一番最初の入り口らしいですけど、そういうことか。ちょっと入れるようになったらね、改めて中行きたいね。そう、ちょっと面白いですよね。多分今が一番廃墟っぽくなってるんじゃないですか。